お待たせいたしました。千葉ロッテマリーンズ対横浜 DeNA ベイスターズ。この試合の模様をお送りいたします。まもなく開始。マリーンズの先発はルーキーの小島。対するベイスターズの先発は右の綾部。以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の綾部、マウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターはコソ、インコース低め空振り、少し迷ったか、投げた、アウトコース低め、見逃し三振。左バッターボクサー2番菅野、第2球投げた、直球見送ってストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ、投げた、ボール。第4球を投げた、危ない球、次は5球目、危ない球。第6球は外角低め、見逃し三振。第2球投げました、打ちました、これはショート正面、アウト、スリーアウトチェンジ。綾部、この回きっちりと3人で抑えています。1回が終了しまして、ベイスターズ同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは安田、打った、流し打ち、山下ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。第3球、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、チェンジアップはボール、投げました、アウトロー、空振り三振。バッターは6番松田。第4球は打った、抜けた、松田、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました、決まった、ストライク、追い込んでいます。さあ、4球目打ちました、鈍いゴロ、中川自らベースを踏んでスリーアウト、ファーストランナー残塁。2回の裏が終わりまして、0対0、両チーム無得点です。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは高浜、2球目ストライク、投げました、打ちました、血のうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。2球目ストライク。第3球は危ない球、次は4球目、投げた、まっすぐ見送ってストライク、追い込んで投げた、チェンジアップ、空振り三振。打順は1番に帰って細谷。第3球は危ない球、第4球を投げた、決まってストライク。第5球投げた、内側いっぱい、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。序盤終了しまして、0対0、両チーム無得点です。マリーンズ、この回は2番からの好打順。先頭バッターは菅野、投げた、アウトコース低め、空振り三振、3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきます。第6球を投げました、打ちました、ショート左への打球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは4番安田、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第3球1球外した、ボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。4回の裏が終わりまして、0対0。5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは勝つ、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、決まった、ストライク、タイミング合いません、投げました、打った、ファルボール。第5球投げました、外角低め、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは6番松田、見送ってストライク。第2球投げた、カーブはボール。第3球打った、いい当たりだ、セカンドから一塁送球、アウト。バッターは DH のリートゥーシェン、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。決まってストライク、まずは決めてきました、危ない球。
投球はこれから3球目。空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、アウトロー、空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。前半が終わりまして0対0、マリーンズ未だスコアボードは0のままです。0対0で迎える6回です。バッターはミキ。投げた、打った、あっと右中間、どうだ、ヒット、センター前ヒットになった。ミキ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。ベイスターズ1点差に届かず敗れました。本日の試合はマリーンズの勝ちでございました。勝利投手小島、西武内、敗戦投手綾部でございました。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。